こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、千葉県、市川市のですね、南行徳の駅前に来てます。日付はですね、2021年11月の10日水曜日。時間はですね、午後7時50分ですね。ではね、街をぐるっと、歩いていきたいと思います。結構ですね、駅の周り人が多くてですね、バスを待つ人も結構多いですね。南行徳の、東京メトロの、ね、東西線の、南行徳駅の、これが何口になるんですかね、北口どっちですかね。で、これね、ちょうどね、角度的に言うとね、綺麗な北西になるんですかね。で、とりあえずね、この辺りをこう歩いて、で、駅前通りを、イオンがね、あるんで、イオンの方に向かってね、ちょっと歩いていきたいと思います。駅の高架っていうんですかね、東西線のこの高架下にお店が結構並んでてですね、あとはここがドン・キホーテプロデュースプロデュースとかで。ドン・キホーテがあるんですね。あとは、まあ、飲食店がね、結構あるんですね。で、東西線に乗ってきたんですけども、東京メトロの東西線は、ある区間、どの辺りですかね、多分茅場町とか日本橋とかあの辺りから浦安の辺りまで結構混んでますね。いつ乗っても混んでるっていう感じがします。ここはパン屋さんですかね。セレブシティっていうパン屋さんなんですかね。リオンセレブ。リオンセレブ南行徳店。この辺に来るとかなり住宅街的になるんですけども。サロンあり、電気屋さんありで、クリーニング屋さんがあって、でこの道を左に行きたいと思います。で右手側は公園ですかね。でこれは居酒屋さん、手羽
蕎麦屋っていう居酒屋さんですかね。そこそこ人が入ってますね。杉楽曲水圧局があって駅の方にちょっと戻りたいと思います。でココイチがあって隣に町中華なんですかね。こっちは特に駐車場とかはあれだけなんですかね。そして日本人の女の子のお店、アンナイトスポット、何屋さんなんですかね。バーとかダーツバーとかもあるんですね。サイゼリアが2階にあって1階が松の屋で、パチンコスロットのお店があって、そして居酒屋が、もうなんか本当にチェーン店がいっぱいあるんですね。駅のさっき歩いてきたところはラーメン花月とロッテリアと松屋が並んでたんですね。パチンコスロット、でここにマクドナルドが、こんにちは。ちょっとあのよし、駅の反対側に行きたいと思います。ここにね、この右手の右に曲がるとケーキ屋さんとか、ここはメトロセンター南大手っていう、ここが商店街になってるんですね。キッチンオリジン弁当、とんかつ屋さん、ドトールあって、中あるわ、こっちにもとんかつ屋さんがあって、こっちは南口って書いてますね。なんでさっきの方は北口になるんですね。で
いきなりステーキがあって。私ないよ。どうでもいい。このね、左手側が東西線の高架になってるんですけど、その下に、ここにもオリジン弁当があるんですね。キッチンオリジン。今オリジン弁当って言わないんですかね。キッチンオリジン。でここは串島お母さんですね。でね、もう少し行くとバーミヤンがあって、その向こうはねワイズマートっていうスーパーマーケットですかね。居酒屋があって、季節料理庭、ドリンクフード280円、60品、30品。ちょっと戻りましょうかな。渡って。4度って確か地名ですよね。こっち行くとね、三輪とか牛茂とか、ちょっとした買い物ができるところとかがあるんですね。アジアン食品、アジア人の方が多いんですよね、多分ね。そしてエフカレーカテリオでさっき通ってきました。ここはカフェ屋さんなんですね。この辺を左に曲がってみましょうか。ここは大衆酒造と庄屋、日本海庄屋とまた全然違うんですかね。結構南行くときもスナックとか多いんですね。
て、ここにナイトバズとかがありますけど、ここはエニタイム、フィットネスの、24時間フィットネスのエニタイムがあったりしますね。結構この辺りにあるチェーン店ですよね、賃貸って。とかは思ったよりも飲み屋が多いんですね。思ったよりっていうのは、なんかあのこういうチェーン店の飲食店とか、まあ居酒屋がパラパラっとある感じかなと思ったら、結構この通りとかでもナイトバブ、ナイトスポットっていうのが何軒もあります。この辺とかそうですよね。モビルとかもアントパブとかそういうお店が多いです。この辺は完全に住宅街ですね。アパートって感じでしょうか。なんか市川市も不思議な形をしてますよね。市川市ってもっとここは市場寄りのところにあるイメージなんですけど、南行徳、行徳のあたりも市川市なんですよね。とかを調べるとその辺一帯を行徳と呼んでたみたいな話があって、そしてイオンだけじゃないんですね、ここは。ソコラ、
GU、ユニクロ、西松屋、ダイソー、イオン、手芸センター、ドリーム。でこの前は山田電機が、うちの前ですかね、ちょっと暗いかもしれないですけど、山田電機があります。とゴールに来てました。でこの駐車場のあたりで撮影を終えようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。動画見てですね、面白いと思ったらですね、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。では、ありがとうございました。